仙台 AT-Niners の本拠地長町にやってきました。早速選手の皆さんを呼んでみましょう。どうぞ。わー、こんにちは。おばんです。おばんです。おばんです。ありがとうございます。まずお二人の第一印象言っていいですか？はい、大体わかります。はい、何だと思います？でかい。まさに背が高い。共に190センチ超えの神武選手と加藤選手、同じポジションの2人は AT-Niners が誇る仲良しコンビなのです。じゃあ今日はですね、商店街にも行こうと思うんですけど、はい、お店入るときにアポイントを2人に取ってもらおうかなと思うんですけど、はい、やったことありますか？そういう、よくテレビでは見てます、そういう番組ありますよね。はい、イメージはね、こうできてるんですけど、はい、いざ本当に自分がやるってなるとすごいドキドキしますよね。素直に迫るため、毎回少し無茶なお願いを選手にしていきます。2人は人生初の取材交渉に挑戦。ゴーゴー、ナイヤーよっ。ちょっと緊張するかも。逆に加藤選手は、僕はずっと多分ニコニコしてるからハッピーボーイっていう、結構言われてます。ハッピーボーイ。ハッピーボーイ。だから断る人はいないんじゃないですか。ちょっと緊張気味の神武選手と、余裕を見せるハッピーボーイの加藤選手、対照的な出だしの2人と長町駅前商店街へピップオフ。すごいタイヤがこう並んでて、ちょっと入ってみたくなりません？さあここで誰がアポを取るか、じゃんけん。勝った方が、勝った方がアポを取るということで。いいですよ。最初はグー、じゃんけんぽい。アポイントを取ってきてもらってもいいですか？ダメだったらどうしたらいいかな。ダメだったらちょっと考えます。わかりました、行ってきます。お願いします。こんにちは、仙台 AT-Niners の神武と申します。今長町をブラブラしててロケをしてるんですけども。どうしようどうしよう、なんか悲しそう。失礼します。こんにちは、失礼します。こんにちは。タイヤがすごい。タイヤすごい。あ、触れて触れて。お、すごい。これいや、レアなんじゃないですか。いや、みんなこう、バブルヘッドみたいなやつ。こうやるんですけどね。はい、多分こっちの方が。押し方のこっちがあるんですね。これ見たことない、俺も。なんかの、長町っていうと。お、お。お、実はじゃないですか。実はめちゃくちゃ。いや、そんなことはない。ああ、本当だ。ポスター。本当だ。ここ長町は商店街を挙げて AT-Niners を応援。訪れた自転車修理店にはチームのグッズがたくさん。バスケの街ならではの光景です。ここでこんなものがあるんです。89カ所巡りのステッカーを番組で作りました。このコーナーでは感謝の気持ちを込めて特製ステッカーをプレゼント。バスケット選手ならではの跳躍力で高いところに。失礼します。あのご主人の希望で斜めとかがかっこいい。はい、もうどこでも行きます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また通りかかったわ。はい、なくてもなくてもよっ。今日ロケをやっている10月5日僕の誕生日です。そうだった、おめでとうございます。何それ。ありがとうございます。おいくつになられたんですか？29です。一番いい時だよ。ちょっと見てください。なんとここにケーキ屋さんが。なんてこった。え、これ食べたいっす。じゃあやっぱり誕生日の方にアポを取らせるわけにはいかないので。嘘でしょ。こんにちは、
すみません、仙台89ズってものなんですけども、消毒しますね。今なんかアルコールテレビで長町しっかりアルコールしたとこう取材してて、取材させていただいても、はい、わかりました。あ、またこれどうだろう、うわすごい落ち込んでる。全然 OK ですよ。ありがとうございます。神武選手お見事。2度目の交渉とあってか表情もほぐれたような。お邪魔したのは長町駅西口にある菓子工房。店名のセレブレはフランス語で祝うという意味があるそうです。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア年数。ハッピーバースデートゥーユー。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、美味しそう。わ、いただきます。こ、二口目に、お、あ、二口目いった。いや、めちゃくちゃうまい。美味しいですね。めちゃくちゃうまいっす。横から見てて美味しいの。ここまで取材交渉2連勝中の神武選手にもオーナーシェフからケーキのプレゼント。うわ、美味しいわ。セレブレを選んでいただきましてありがとうございます。そう、まあ、運命的な出会いをここで、はい、頂点を極めていただきたい、はい、そう願ってます、はい、本当できることだけになっちゃいますけども、私のできることだったら何かあれば応援したいと思います。ありがとうございます。素晴らしい、嬉しいですね。そんな中で貼らせてもらってもいいですか。よろしくお願いします。ありがとうございます。温かく迎えてくれたご主人へ、加藤選手から29歳の抱負。シーズン開幕したばっかなんですけど、ここからまた調子上げてって、はい、みんなで頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しいケーキありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。続いて訪れたのは長町駅から歩いて5分ほどのところにあるおしゃれなカフェ。お知り合いというか、いや僕、いや実は僕がよくプライベートで利用させていただいて、はい、じゃあ選手だとか気づいていらっしゃいますか。あ、もちろん毎シーズン毎シーズンいろんな選手ご来店できるので。選手たち御用達のパブリックコーヒー。神武選手はこちらの水出しアイスコーヒーがお気に入りなんだとか。いい匂いするね。いい匂いするね。最高。しみる。最高です。僕ね、ブラック得意じゃないんですよ。あ、そうなの。美味しいコーヒーありがとうございました。温まったところで今回の町ブラを振り返りましょう。長町の町をこう歩いて、いろんな方とこう触れ合って、本当に応援してもらえてることに感謝ですし、プレーで恩返ししないといけないので頑張んなきゃなっていう風な覚悟と責任を改めてこう感じることができました。この町のためにやっぱしっかり、誇りと持ってもらえるようなチームになれるように頑張っていきたいなと、はい、思いました。長町もっと回らないとダメだなって。全部行きましょう。最後に高いところへステッカーのプレゼント。仲良し2人組による共同作業です。おー、綺麗、目立つ。手が高くて張りやすそうで綺麗になっていただいてありがとうございます。俺が貼ったって言われ